パジャドールとは、アルゼンチンやウルグアイ、ブラジルにて、19世紀後半頃に多くいた歌手で、20世紀をしばらく過ぎても活動を続ける者がいた。自ら持っていたギターで伴奏していた。パジャーだとも言う。パジャドールを描いた、19世紀前半より、アルゼンチンやウルグアイ及び隣の国のブラジルで、牧畜に従事する、ガウチョ、または、地域住民の中に、 ギターと歌が得意な人が即興的に作った歌、パジャードを大衆の集まるところで披露することが流行り始めた。19世紀後半には一つの文化として定着する。パジャードの内容については人生の喜び、悲しみを歌ったものである。銀遊詩人と訳されることもあった。コントラプントという二人のパジャドーらが四行詩の歌を作り、競うということもかなりあった。 ホセールナンデスの有名な女子誌、マルティン・フィエロの主人公は、パジャドールであったという設定である。単語歌手のカルロス・ガルデルは、16歳頃、パジャドールより、ギターと歌を学んだと言われる。20世紀に入ると、フォルクローレの商業化が進み、パジャドールから、フォルクローレ歌手に転身しレコード録音する人も、出てきた。また、パジャドール文化は、伝説として、語り継がれることとなる。 現在に至っても、バジャドールを受賞して、活動をしている歌手もいる。ありがとうございます。